次に、大願を立てん、日本国の位を譲らん、法華経を捨てて官業等について御所を御せよ、父母の首をはねん、念仏申さずば、何度の諸事の大難出退すとも、知者に我が義破られずば、持ち意となり、その他の大難、数の前の地になるべし、と仰せでありますが、大願を立てんとは恩肉伝に、大願とは法華愚痛なり、と仰せのごとく、一点しかい本人名公然ルフ達成の大願を立てることであります。そのため、人あって、たとえ我に対して、法華経を捨てて念仏の勧業等について御所を願うならば、日本国の位を譲ろうとの、いわゆる世間的最高の名誉、光栄をもって誘惑するも、また、もし念仏を唱えなければ、父母の首を跳ねるなどの忍び難い最大な悲哀、苦痛をもって脅迫するなどの諸事の大難が降りかかろうとも、我が教義、信条が死者によって破られない限り、微塵寸毫ばかりもこれらの誘惑、脅迫に従うことはできない。まして、その他の諸事の大難などは、風の前の塵の如くである、と仰せられているのであります。ここが、だから、最高のこの A、A というか、まあ一番の誘惑と、それと、最高のその不条理、切なさ。この信仰してて、自分の信仰を貫けば、お前の親の首を跳ねるぞっていう、不条理だよね。それを、この最高と最低を表しているわけですよ。なので、考えてみりゃ、この中間に出てくる、性というかな、世間的な最高の誘惑も持ってしても、それから、今度はマイナスの切ない思い、後ろ指刺されるとか、悪口言われるとか、いろいろ裏切られるとか、そんなことはさ、この法華経をやることによって自分のお父さんお母さんの首を取るぞっていうのを、でもそれをうんって言っちゃダメなんだから、取るなら取りなさいって、親の目の前で言わなきゃいけない。ごめんお母さんごめんなさいって、これだけはダメなんですって、泣き叫んでそれをさ、なんてこと言うのって言ってもそれを貫き通せっていう、その切なからすれば、そんなね、なんか悪口はよくないしょ、そんなことはさ、風の前の塵になるべしなんだって。いや、確かこれも本当にそう仰せられれば、自分の範疇でさ、自分の出来事だけが見ちゃって、自分はね、あ、なんて世界中で一番不幸なんだろうってなるわけよ、とかく、人間って。でも、そこがありがたいじゃん。その最高、マックスと最低をこう表してくださって、そう考えればどうだよって、あんたの今の状態をね。何もそんなね、悩みくよくよするようなさ、ことじゃないじゃんっていうことだよ。ご本尊様いらっしゃるんだ。自分で背負うんだったら切ないかもしれないけど、ご本尊様についてらっしゃる。そこさえ、しっかり信念を持てば、どんなものが起きようが、そんなものは結局は、そのご本尊のお力からすれば、風の前の塵のような、塵アクターのような、こっちは岩のように思えてるね。ご本尊の力はそれがまるで塵一つぐらいに吹き飛ばすよっていう。そこだよね、ほんとね。僕らが乗り越えていける。一点のその、唯一の一本の道っていうのは。真だけだよ。で、日観上人はこの御門について、日本国の位を譲らんと、たばかるは善につけてなり。ね。父母の首をはねんと脅すは悪につけてなり。これ、世間の極善、極悪をあぐるなりと。あ、まあ、今、この仰せの通りだよね。だから世間的なこの法華経の信仰を妨げる一番最高位と最低位を表してみ、おっしゃるんだよと。すごいね、でも日観上人のこの明晰なさ、こうピシャってこう、うん、本当にその通りでございますってこうさ、こう見事な、なんつうかさ、数学みたいなね、こう公式定理みたいな、こう、仰せが、だよね、日観上人の思い返していくと。これはね、このご内証が等しいからってわけできませんよ。ご内証が、この鎌倉時代から江戸時代の日観上人まで、寸分たがわず伝授されてるから、だから、ピシッと解析できるじゃないですか。すごいよね、このケチメク、総伝のさ。あ、これ、ここですかね。これで、これでありますと。されば、末法ご出現の、うん、あ、そう、それで芸家がそこに付け足されるのね。ん？あ、ここだ。と仰せられ、いかに世間の
極悪極善をもって信心大転を強要されようとも、決して大転しない強情なる信心こそ寛容であると仰せられているのであります。これもほら、さっきの普遍して考えれば、諸大転ということも当然そこが本意だけど、釈部行を緩むっていう、菩薩の心から緩むっていう、これもそこに、まあ、入るんだよっていうことだよ。そう考えていくと、ってなりますよね。大転、私大転なんてしませんよって、そう聞いちゃうじゃないですか。そうじゃないって、菩薩行からひるむことがもう大転なんだって。さらに、痴漢上人は、ひとたびこの門を拝せば、涙しばしば下ると、高大の弟子とまさに神経損でした。通せられ、私どもの信心は、全国ともにいかなる迫害脅迫や誘惑にも負けず、微動だにしない確固たる信仰姿勢を貫いていくことを、神父に染めることが最も大事であると、ご教示され、遊ばされているのであります。まさしく、この御指南を拝し、これからの甲府への戦いにおいて、我らにたとえいかなる事態が起ころうが、強情に題目を唱え、毅然として対応し、いよいよ覇者検証の戦いを進めていくことが肝要と存ずるのであります。ここで、まだ続くけど、ちょっとこれ止めときますかね。ということで、参照いたしましょう。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。いやー、今回これね、本当に染みました。去年のだったんだけどね、またたまたま手取ったんだよね。不思議ね。全部そういうの、なんかこう導かれてるっていうかね。はい。あとじゃあ、なんか一言です。